ブライアン・メイ、ブライアン・ハロルド・メイ、ブライアン・ハロルド・メイ CBE、1947年7月19日体は、イギリスのミュージシャン、また天文学者、天体物理学博士、ロックバンドクイーンのギタリストであり、自作のギター、レッド・スペシャル・トピックの代わりに使用する効果により、独特の音色を奏でるギタリストとして有名である。また自作の曲では、リード・ボーカルを取ることもある。 ミドルセックス州の出身。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて、第39位。2011年の改訂版では、第26位。また熱心な動物愛護運動家でもある、大英帝国勲章も授与されている。インペリアルカレッジロンドンで学び、大学院では宇宙工学を研究しており、クイーンの活動が、 軌道に乗るまでは中学校の講師として教鞭をとっていた。その後、音楽活動のために研究を中断していたが、35年後の2007年の夏から天体物理学の研究を再開し、スペイン領カナリア諸島の天文台で研究を行って論文を完成させ、母校インペリアルカレッジでの審査を通過して博士号を授与されている。彼のギター、 レッドスペシャルは特に有名で、自宅のテーブルのオーク材や彼の知人の家にあった100年以上、前の乾燥した暖炉の木材を材料に、エンジニアだった彼の父と自作したオールカスムンギターである。そのギターと口実の独自の機材から奏でられる、独特の音色と多重録音による凝ったギターの音像は、当時ロックにも使われ始めていたシンセサイザーの音だと、されたことがあり。 それに反発した初期のクイーンのレコードパッケージにの、新素サイセスはユーズドンディスアルバム。このアルバムに、シンセサイザーは使用されておりません。と書かれていたことは当時話となった。バンド内においては、クイーンの代表曲である、ウィビルロックユーの他に、タイユアマザーダウンや、アイボントイットオールなどのハードロック、プログレ的な、予言者の歌やカントリー風の、39、手を取り合ってや、 セーブ・ミーなどの優しいメロディを持つバラード、壮大なロック・オペラ、ボヘミアン・ラプソディなど、バラエティに富んだメロディ作りでバンドに貢献した。ソロ活動は、エドワード・バン・ヘイレンらと共演した、スター・フリートプロジェクトが最初であるが、本格的なソロアルバムとしては、フレディシゴの、バック・トゥ・ザ・ライト、アナザー・ワールドがある。また、フランス映画のサウンドトラックも制作した。 また、コージー・パウエルや、ニール・マーレーといった気心の知れた仲間たちと共に、来日公演を行った。エディバン・ヘイレンの他に、フー・ファイターズや、ガンズ・アンド・ローゼス、ブラック・サバス、ポール・ロジャースなど、他のミュージシャンとのセッションに、数多く参加しており、ジョー・サトリアーに主催の G3 プロジェクトが、英国で公演を行った際に、ゲスト出演し、ウリジョン・ロートや、 マイケル・シェンカーと夢の共演を果たした。1993年のソロ公演では、バックを務めたコージー・パウェルが在籍していた、レインボーのレパートリーである、シンス・ユー・ビーン・ゴーンを歌った。同曲のレインボーバージョンはもともとブライアンのお気に入りの曲である。チャリティーにも積極的に参加して、デビット・ギルモア、リッチー・ブラックモア、トニー・アイ・オミ、ポール・ロジャース、ロジャー・テイラー、 キース・エマーソンらとディープ・パープルのスモーク・オン・ザ・ウォーターをコラボレーションしている。2004年から2009年にかけては、元フリー、バッド・カンパニーのボーカリストであるポール・ロジャースと組んで、クイーン・ポール・ロジャースとして活動。2008年にはオリジナルアルバムザ・コスモス・ロックスを発表した。2006年には、かねてより研究していた。 天文学についての本を2年半以上の時間を費やし執筆。地球や太陽系の創生についての書籍、版、宇宙の起源と進化の不思議を発売。また、2011年には英国のミュージカルスターであると組んでライブツアーを行う予定で、サポートメンバーのドラマーは、ロジャー・テイラーの息子であるルーファス・テイラーが務める。 2011MTV ビデオミュージックアワーズのオープニングをレディー・ガガと飾った。リーディングフェスティバル2011ではヘッドライナーでのマイ・ケミカル・ロマンスのステージにゲスト出演。We Will Rock You マイ・ケミカル・ロマンスの代表曲、w e l c o m ト・ザ・ to the Black Parade をプレイした。2011年に宇宙飛行士ユーリー・ガガーリンの人類初宇宙飛行50周年を記念した。 ザ・ストムスサイエンスミュージックフェスティバルで、タンジェリンドリームと共演後に、ライブ版、ストムス・ソニックユニバースとして発売。2012年にロンドンオリンピックの閉会式に、ロジャー・テイラーと共にスペシャルゲストで登場した。2014年の天文学学会ストムスでは、自身の講演を行い、リック・ウェイクマンの記念ライブにも参加して、ギターとボーカルを披露した。 2011年からはアメリカのオーディション番組アメリカンアイドル出身のボーカルアダム・ランバートと組んでクイーン・アダム・ランバートとしてロジャー・テイラーと共にヨーロッパ、北米、南米、アジアなどでワールドツアーを展開している近年では野生動物駆除反対に関してたびたびイギリスのニュース番組に出演している独特のアタック音を持つ音は 通常ギターを演奏する際によく使われているピックではなくロックペンスコインや1990年代後半からはオーストラリア5セントコインを使用していることにいる。普通のギタリストからすれば非常に弾きにくく信じられないことであるがインタビューの際硬い方が指のニュアンスを伝えやすいと思う。斜めに使えば滑らかな音が出せる。ハードにプレイするときは コインの周りのギザギザを使う。指は弦に触れるか触れないかの位置にあるので、手の動きを弦に伝えやすいと語っている。2006年8月、デジテックから彼の音を再現するフットエフェクターが発売されたロックペンスコイン付け。しかし一部の曲のみしか再現されておらず、それだけ実際の楽曲で作り出した音の種類は非に多彩であることがわかる。2002年にはボックスから、 ジョン・ディーコンが自作し、ブライアンがレコーディングの時に重宝した DC、D キーとトレブルブースターのサウンドを再現し、ギターアンプ、ブライアン・メイスペシャルが発売されたことがあった。ブライアンの基本的サウンドは、レッドスペシャルをトレブルブースターにつなぎ、フルアップにしたボックス製 AC30 で鳴らすことで作れる。トレブルブースターはもともと本人のハンドメイドであったが、 ピート・コーニッシュ製作のものを利用していた時期を経て、現在は、グレッグフライヤー製作のブースターを利用している。このトレブルブースターは、トレブルをブーストするというより、ミッドとトレブルを持ち上げて、音をスッキリさせる効果がある。全く歪みのないクリーンブースターではあるが、このブースターを通すことで、AC30 をフルアップにした時に崩壊するように歪むようになる。一方、 ギターのボリュームを絞るとチャイムのようなクリーンサウンドが得られる。このギターのボリュームコントロールだけで音のニュアンスを劇的に変えられるのがブライアンのセットアップの特徴である。ギターはアコースティックの曲を除きほぼ全てでレッドスペシャルを用している。唯一の例外は愛という名の欲望で用いられたロジャース所有の黒いフェンダーテレキャスターである。写真やプロモーションビデオでは フェンダーストラトキャスターやギブソンレスポール等のギターを持っているものもあるが、いずれも実際のレコーディングやライブでは用いられていない。一時期はより歪ませるためにトレブルブースターを2個連続で繋いでいた時期もあった。ボックスの AC30 はビートルズが使っていたことでも有名なアンプだが、ブライアンはビートルズと違い、ノーマルチャンネルのフルアップ駆動により全く違う、歪んだ音を出している。 ブライアンは AC30 以外はほとんど利用しないと言って、いいほど AC30 が気に入ってを、ボックスから AC30BM というシグネチャーアンプが世界500台限定で発売されたこともある。このアンプはマスターボリュームや他のエフェクトがないに等しい、フルアップにすることですべてのセッティングが終了するという最近では珍しいハードコアなアンプであった。AC30 は 非常に良い,い音がするということで、プロに人気があるが、耐久性に劣るため練習スタジオなどでも、常備している場所少ない、ある意味デリケートなアンプである。そのため、ミュージカル We Will Rock You で何夜も連続して使われた時は、グレッグフライヤーが耐久性と音色を改善する、改造をすべてのアンプに施してた。ブライアンもフライヤーによって改造されたアンプを常時、ステージに上げている。 ブライアンの演奏時テクニックの特徴として、チョーキングとビブラートが挙げられる。ブライアンはフレーズの途中でチョークアップを多用するが、その他のギタリストの使い方と決定的に異なるのは、チョークアップの後にチョークダウンしないことである。ボヘミアン・ラプソディのソロでも随所に見られるが、音階を駆け上がった頂点の音は、チョークアップによって出しており、その後チョークダウンはしていない。また、 クイーンのギターソロにはしばしば1音半、2音、うつろな日曜日では2音半チョーキングという通常では考えられない高音チョーキングが登場するが、これはレッドスペシャルのスケールが24インチのショートスールで、かつ弦のゲージが0.08と細く弦のテンションがかなり低いことが影響していると考えられる。ビブラートに関して、 ブライアンは常に揺れ幅の大きく速いビブラートをかけている状態である。また、和音を鳴らしている際はアームを用いたアーミングビブラートをかけている。レッドスペシャルはアームダウンしかできないと思われがちであるが、実際のレッドスペシャルのトレモロユニットはフローティング状態にあり、半程度のアームアップも可能である。これにより、通常のシンクロナイズドトレモロユニットのアームダウンによるビラートではなく、 フローティング状態を基準にアームダウンとアームアップを折り混ぜるビブラートが可能となっている。アームの操作に必要な力も市販のギターに比べてかなり少なくてすみため安定をわずかに揺らす繊細なビブラートが可能であり、ブライアンの音色の特徴となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。